ご視聴ありがとうございます。クライアント船木です。今回は、バスクライアントアルバム「アマービレ」に収録されている曲目の紹介第2弾です。ブラームス作曲の、クライアントソナタですね、こちらの紹介をしていきたいと思います。はい、曲の紹介の前に、ブラームスですね、の作曲家の紹介ですけれども、本当にね、大変有名な作曲家なんで、今更この動画でたくさん語ることはないんですけれども、一応ざっと説明しますと、後期ロマン派ですね、の巨星にして、ドイツ三大 B の一人、残り二人が、ベートーベンとバッハなんですけれども、三大 B の一人とまで称されるほどの大家でもある、ヨハネス・ブラームスですけれども、まず代表作が、管弦楽の分野とかだと、交響曲、4つありますね。第1番から第4番まで。それと、バイオリン協奏曲。そして、ピアノ協奏曲が2つあります。であとは、非常に有名なのは、管弦楽とはちょっと外れますけど、ハンガリー舞曲集ですね。たくさんありますけれども、これ非常にコマーシャルとかそういうのの流れるぐらい、有名な曲になっています。ブラームスの作風としては、少し前の時代の、ベートーベン、さっきの三大 B の人ですけども、ベートーベンを非常に敬愛していたと言われていて、本当にブラームスの交響曲の第1番は、ベートーベンの大工の続きの、交響曲第10番であったと、そういうことを言う人もいるぐらいの、大きな影響を受けていたんですけども、その他にも、モーツァルトだったり、ハイドン、バッハの音楽も、影響を大きく受けていたようです。ロマン派を代表する作曲家と言われていますけど、ブラームスはそうでありながら、その作風はさらに昔の古典音楽の、後継となるものであったとも、言われていますね。そんなブラームスがこの最晩年クライネットを中心とした室内楽の曲を残したということはクラシックのクライネット奏者には、非常に幸いなことでして、どの曲も、クライネットの代表的なレパートリーとして多く演奏されて録音もたくさん残っています。ブラームスのクライネットソナタは、2曲あるんですけれども、彼が亡くなる3年前の1894年に書かれました、ブラームスの最後の室内楽曲だったと言われていますけれども、晩年になって、ブラームスは創作意欲を失っていたと、言われていまして、その頃に、出会ったクライネット奏者である、リヒャルト・ミュールフェルト、当代随一の名手であったと言われていますけれども、それに触発されまして、クラリネット、チェロ、ピアノのための三重奏曲、そして弦楽四重奏と、クラリネットのための五重奏曲、そして、ピアノとのデュオである、2つのソナタを書きました。今回収録の、ソナタ編法長調、これが作品122になるんですけども、がその最後となったわけです。この曲の大まかな特徴としては、本当に第一楽章アマービレは、このアルバムのタイトルになっているアマービレです。これは本当にどこまでも甘く愛らしい旋律が、特徴となっています。で、第二楽章はそれに対してアレグロアパッショナと、熱情と、雄大さ、中間部が、雄大な雰囲気になっていますが、それとの対比が非常に印象的です。で、三楽章は、変奏曲の大家であったブラームスの生涯最後の変奏曲だったんですね。本当に、最後の円熟み極まる構成が特徴の、第三楽章となっています。本当に、どの楽章をとっても、傑作であり、で、この曲はクラリネットだけではなく、作曲者本人の、筆によってビオラで演奏されることもあります。そして、近年では、ファゴットだったり、サクソフォンで演奏している人たちもいるんですけれども、今回の、バスクライネットのチャレンジ、これがなかなかやってるようで、そんなにやられてないものだと思いましたので、この作品の魅力を、発揮できるようにものになればいいなという、そういう願いを持って、今回の選曲としております。ビオラにしてもファゴットにしても、またサクソフォンで演奏するときも、その楽器の事情もあるんですけども、音域に多少のカスタマイズがされていて、要するに元のクライネット版とは、ちょっと音域の構成が違ったりとか、してる部分がありますが、この今回バスクライネットで演奏するにあたっては、やはりクライネット族の楽器であるということを考えて、一応あえてそのまま、全部そのまま、もちろんバスクライネットやってるからオクターブ全部下がってるんですけども、あえてそのまま演奏しています。実はですね、この練習していく過程の中で数箇所、バスクライネットのより良い音域というか、美味しい音域と言ってもいいですけれども、
音色的にね、いいところを採用した方がいいか、まあ、そういう風にしてオクターブをちょっといくつか変えてみて練習したりして、迷ったところがいくつかねあったんですけれども、結果的にはね、そのままやることにして、そして実際やって収録してみてそのままで良かったんじゃないかなというふうに思っています。あとはですね、バスクラリネットでやるならでの強みというか、違った視点での魅力というのをどうやったら出せるかということも、考えてきました。もしかしたらクラリネットよりもさらに渋みとか柔らかさとか、重厚感、まあバスクラリネットのキャラクターを生かしたブラームスの表現というものを引き出せるかもということも意識して取り組んできました。それでまあ改めてね、このアルバムで聴き返してみると、やはりいい曲はいいなというシンプルな感想に行き着きますね。名曲ゆえに名演奏もたくさん出回ってる曲です。ですので果たして本当にバスクラリネットで取り組む意味があるのかなっていうこととか、色物的なチャレンジしかなんないんじゃないかなという懸念不安がやっぱりありました。もちろんですけれども、まあそんな中でせっかくやるんでしたら価値ある取り組みにしたいという思いはもちろんありますので、練習していく準備していく過程の中でいろんなブラームス、クライアントで演奏しているものだったりを聞いたりとか、あとまあ楽譜をもう一度読み直したりとかしながら、やっぱり学生時代とかね、昔にやったものと比べると、やっぱ当時気づかなかったところとか、当時注目していなかったところに対する発見とかもあるわけで、まあそういった部分を演奏に落とし込めるように、準備をしてきました。ちなみにこれは余談なんですけれども、同じ時期の作品ですね、要するにブラームスの晩年の作品にはピアノ曲がいくつかあります。でこれね、いずれも長くなくて聴きやすくて、で本当に美しい曲からエネルギッシュな曲までいろいろあって楽しめますので、よろしければぜひお聴きいただけたらなというふうに思っています。作品番号でいうと116から119で、6つの商品とか幻想曲とかいろんなタイトルついてますけれども、ブラームスのソナタを、ね、演奏する予定のクライアント吹きの方は特に音大生とかもそうですし、もちろんそれ以外の方もそうですけども、本当に同じ時代の作品として聞いたらなんかいろんなインスピレーションが湧くんじゃないかなと思いますので、ぜひ聞かれることをお勧めします。まあ、今回アルバム収録しての総括ということになりますけれども、奥の深い作品です本当に。ですので、例えばね10年後とかにまたやったらより違う色とか深みが出るかもしれませんし、僕自身にとってもすごい価値のある取り組みだったので、これ本当に何度も聞き返して、作品この出来上がったものが僕にとっての参考音源ということにもなるかなと思いますので、これ本当に何度でも聞いて、また違うブラームスが、やる機会があったらですけれどもできるように、今後精進したいなというふうに思いました。まあそれはそれとして、この収録された、ブラームスのソナタバスクラリネット版は現時点での完成品ではありますので、多くの方々にお聞きいただけたらなというふうに思っています。ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは、今回の動画はこれでおしまいとなります。また続編として他の曲のこういった動画もアップしますので、ぜひご視聴いただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。